天気ですね。感じですけどもね、どうですかね。お疲れ様でした。ちょっと休憩が入るみたいなんで、イベントがね、休憩入らなかったらそのままビールでも飲みながらいようかなと思ったんですけども、ちょっと一人だと時間潰すのがあれなので、ゲストハウスの方に移動したいと思います。今日はですね、ツイッターでいつもつながっていただいている方がツイッター見ていただいたらしくて、いらっしゃっていただきました。ありがとうございました。嬉しかったです。もう拍手もしてもらって、レイもね、応援のレイも買っていただいてありがとうございました。暑い。私の後に出られるご夫婦 の, ケルさんっていう方がいらっしゃるんですけど、やっぱり年代が近いからか、私も海が見えるところで歌うと思ってきました。実はこちらの、大正タグボート、ボートの中なんて 船を多分レストランにしてるのかな。私も大自然に向かって歌う気満々できて、衣装とかも海に似合うような感じだったんですけど、屋根のある静かなところっていうか、歌いやすいところでした。本日もお疲れ様でした。ストリートフェスタ、明日は、姫路の駅前にスペースがあるらしくて、そちらの方でお昼歌わせていただきます。よろしければぜひ無料のイベントなのでお越しください。ありがとうございます。すべての存在、思い出たち、今になってつながりが見える。共に愛を学び、幸せに暮らそう。わあ、本当のクボ、本物のクボ。大正区っていうんですかね。どこにいるか全く分かりません。今ホステルさんにチェックアウト荷物だけ入れて、オーナーさん、なんかビルなんだけど、でなんかオーナーさんとちょっと話して、どうしたらいいですねかって言われて、飲みながらアイデア考えてくるねって言って帰ってきました。あ、帰ってきました。出てきました。ゲストハウスっていうホステルだからね。で、30人全員で入れるんですって。だから、一棟貸し？ね、セミナーとかさ、なんかそんなので、企画ね、今、ピクニックさん、ピクニックホステルさん。ホームページ見ながら、飲みながらアイデアを出したいと思います。あら、ロイヤルホストじゃないの？あれ違う？見えない。違う？え、違う？なんだろう、あれ。あら、まあ、ロイホじゃないですか。ロイヤルホストのことか。車ないと行くことないからな、ちょっと引かれちゃうな。でもどっちにしろこっち渡んないとないからな。生ビールはこっちで飲んで、後でロイヤルホストかな。若いお兄さんで、でもウーバー、ウーバーイーツで稼いでるって言ってた。うん、いいんじゃないですかね。最初に目が入ったのはここですかね。焼きそば、中華丼、餃子とビールと、ここら辺でいいんじゃないですか。いいと思います。中華屋さん、めちゃいい感じ。お疲れ様です。めちゃくちゃいいお店入りました。生ビールととりあえず餃子。お疲れ様です。うまい。
本当にもう食いしん坊でよかった。めちゃくちゃ美味しい、いいお店に入りましたわ。めちゃくちゃ美味しいですよ。今何もつけずに一回餃子行きました。特製のタレで。BGM は達郎のライドンタイム、めっちゃくちゃファンキー。もう胃をひっくり返ってとっかりたいぐらいの、いっぱい美味しそうなのがいっぱいありますよ。エビチリそば、初めて食べるメニューです。でこの後ね、ビール飲んだら紹興酒いきます。それちょっとこれヒットしちゃうんじゃないですか。あ、聞いてる。もうめちゃくちゃ美味しそうだもん。今時間が4時なんですけど、多分今新しいメニューが来ましたので、つまみが小サイズ、嬉しい。なんかね、一品 大きいので一人では食べれないなと思ったんですよ。嬉しい、食べる。嬉しい、初めてちっちゃい紹興酒ロックでいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。うわー、焼き豚ですよ。めっちゃもう美味しくてね、止まらないです。焼き豚とザーサイ、そしてかわいい紹興酒、最高。かれこれ一人で1時間20分ぐらいいますね。ホステルさんの企画を考えながら、紹興酒を飲みながら、なんとまた餃子をおかわりしました。美味しいです。すごい、めちゃくちゃ美味しかったですね。えやっぱり本当に食いしん坊だからすごいよね。美味しかった。途中で小皿料理ができてきたから、あの最初はもう食べたいんだけど一人前まで食べれないなと思って、あ、夕日、太陽、最高。ありがとうございます、全ての存在、思い出たち、今になってつながりが見える。そしたら、結構私いいポジションで畳っていうか、あの靴脱いで上がって、なんか見えないじゃないですか、ラガ 0.02 で。で4人で来てて、なんか静かなと思って、ちょっとこのスマホでね、こうやって見れば何やってるか分かるんだからそしたらなんか結構大きなちゃんとしたカメラで撮影してましたね。美味しかった。ロンさんっていうらしいんだけど、最後に見たら、あ、ホステルの子にね、あのドネーション寄付でカツ丼をあの買ってあげたのよ。そしたらお箸を見て初めて、ロンって、あ、ロンってね、リュウなんだって。ありがとうございます。でさらにほら、あのなんかどうしたらいいですかねって言うから、いろんな飲みながらアイデアをさ送って、送りまくりして、あれどこだっけ、あれどこだっけ、もうだね、送りまくりしてアイデアを、もうなんかしつこいだろうなと思われるぐらい送って、最初はありがとうございますとか返事来てたんだけど、どんどん送ってら何もなく、で最後にお土産買って帰りますって言ったら返事が来ました。面白いね。でもさ、いいじゃない、それで良くなれば。だっていい子だしさ、
まあだからなんていうの思い切った、でも時期とかねそういうのあるんですけど、まあできる限りはご縁があってきましたので応援させていただきます。こういうビルの谷間にポツンとあるピクニックさんね、まあタイミングはゴッドタイミングですからね。はい、ピクニックさんいいじゃないですか。頑張るんじゃー。